皆さんこんにちは、名古屋のちんどん弁天屋のパキーでーす。夏休み皆さんいかが過ごしてますか？と言うても大人の人たちはね、皆さん夏休みなんてないと思いますけれども、もう7月も後半、8月ぐらいになってくると、もうみんな子供たちはワイ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 と夏休みを楽しく過ごしている子が増えているんじゃないかなと思います。ということで今日はこの曲を選んでみました。チューブのあー夏休み。夏休みって響きすごい素敵だなと思ってこの曲選んでみたんですよね。でも私は歌詞が入ってこずにメロディーが入ってくるタイプなんです。ドレミでこう聞こえてくるので歌詞を全然知らずに聞いてたんですよね。ひと夏の恋みたいな感じで、今まで知らずに夏休み楽しいぜイエーイみたいな感じだと思ってたら、こう見たい夢とちゃうのかいって言っててびっくりした。本当にこの楽譜を書くためにすごくいっぱい聴いたんですけど、気分が落ちててもすごく楽しい曲に持ってかれてすごく前向きになれるんですよね。チューブさんの力ってすごいなって改めて思いました。ということで今日はチューブのあー夏休みお送りしたいと思います。今日覚える伴奏は5つです。今までにはないような感じで右手がビヨーンと伸びていくところが一つだけあります。一緒に頑張って覚えていきましょう。まず1つ目、2、2、4、左手の薬指で2。なかなか薬指から始まるの珍しいですよね。右手の親指で次の2、右手の小指で4、2、2、4、2つ目です。さあその次2つ目、ソレシ、左手の人差し指でソ、右手の親指でレ、右手の小指でシ、ソレシ。3つ目、ラミド、左手の親指でラ、右手の親指でミ、右手の小指でド、ラミド。4つ目、ここが先ほど言ってた右手がビヨーンって伸びる伴奏です。レレド、左手の小指でレ、右手の親指で次のレ、右手の小指でド、伸びてますね。レレド。最後5つ目、シレのシャープシ、左手の親指でシ、右手の親指でレのシャープ、右手の小指でシシレシャープシ。この5つさえ覚えれば、ああ夏休み簡単に行くことができます。で右手がこうビヨーンって伸びたり、左手も少しだけビヨーンって伸びたりするところありますけれども、楽しくやっていってください。ということで模範演奏やってみたいと思います。結構ね歌詞難しくていっぱい間違えたけど、一番いいのを残します。チューブさんのあー夏休み。湘南で見た夜静の君は、誰かで振り向く切れ込み、 Feeling so good。夏の少女一度お願いしたいね、 I love you 連発する渚のポーカービーボーイ、防波堤こっちかけて焼けばなくすみ、熱冷めやらぬ二人飛び込む水の夢とちゃうのかい、こんな出会いは夏の数だけ。
けど It's alright だいたっていいんじゃない。焦げ出す肌を、ああ夏休み、ちょいと泳ぎ疲れ胸に来る Baby Yes。 いかがでしたか。バーソンもね、少しその原曲に近いものにしてあります。いやー、結構ノリノリになっちゃいますよね。もう私今心がホットですね。原曲とはまた違うキーでやってあります。もし原曲の方がいいかなって思う方は概要欄にまたスコア載せておきますので、ぜひ確認してみてください。こんな感じでね、いろんな曲をこれからも弾き歌いできるようにやっていきたいと思いますので、チャンネル登録とかして皆さん一緒に楽しんでいきましょう。ということで、名古屋のちんどん弁天屋のワッキーでした。いっぱい間違えたんでね、今日はおまけをたくさんつけると思います。湘南で見た気をする見た星図の星図で見た星また星図好きな確かにね、星はね、夏は綺麗ですけれども、はい、もう一度見た星図また星図、もうやだ星図って何消えて泣けば焼くせ焼けば泣くセミ熱を冷めやらぬふたちょっと、あー夏休みちょいと胸に最後胸に泳ぎ疲れ胸に来るベイビー。